はいどうもこんにちは、あやもと申します。毎度おきに本日はですね、このおすそ分けるメイドインワリオでこんなことやってみようかなと思います。それは激ムズ縄張り勝敗パターンランキングトップ5。はい、今回やるゲームね、メイドインワリオなのに、なぜ縄張りの勝敗パターンなのかというところなんですけれども、このおすそ分けるメイドインワリオにはですね、スプラトゥーン2のゲームがこの一部入ってると。これなんですけど、まあ縄張りの勝敗を当てるっていうプチゲームみたいなが入ってると。でこれやと、どっちが多いかみたいな感じで、まあ左の方が多いかなと思ったら左半分にいてみたいな、右の方が多いかなと思った時は、右半分に移動するみたいなプチゲームですね。はい。で、この難易度なんですけど、3段階用意されてるんですよね。はい。で、これ今レベル3で一番難しいパターンなんですけど、まあこのパターンは結構わかりやすいですよね。はい。で、この図鑑っていうモードから、このスプラトゥーン2のゲームを選ぶと、このね、縄張りのやつを永遠に遊ぶことができるんですよね。うん。4回失敗するまでこれ永遠に続くんですけど、これが、レベル1、レベル2、レベル3の順番で、毎回出てくると。で、どんどんね、スピードは上がっていくんですけど、この1、2、3、1、2、3、1、2、3っていう、このレベルがね、この1、2、3が繰り返されるっていうのは、ずっと変わらないんですよ。で、豆知識なんですけど、レベル1は必ずバッテラストリートで、レベル2はチョウザメ造船で、レベル3は昆布トラックって、これも決まってるんですよ。そう。だからレベルと、ステージ、裏のステージは、固定ですね。まあ、これちょっとスプラトゥーン2やってる人じゃないと、なかなか気づきにくいんかなっていうところはあるんですけど、実はレベルとステージは固定と。で、一番難しいのが、今回昆布トラックになってて、で、レベル3の昆布トラックの中でも、まあ、結構簡単やったり難しかったり、まあ、これ結構難しい方かな。多分これ黄色なんですけど、そうこれね、私ですね、700いくつまで、まあ700問ぐらい連続でやってて、まあ途中ね、もうちょっとだるくてやめちゃったんですけど、真剣に間違えたのは3問ぐらいありましたよね、昆布トラックでね。はい。でその中で、まあ、今回5パターンぐらいをランキングして、ちょっと皆さんに紹介したいなっていうところですね。で、まあ、賞味、まあ、厳選したとはいえ、まあ、簡単っちゃ簡単なんですよ。ぶっちゃけ簡単じゃがね、まあもちろんね、700問連続ぐらい成功できるぐらいなんで、まあそんなめちゃくちゃ難しい問題は実は入ってない。まあこれとかね、レベル3なんですけど、の右なんですよね。これ結構簡単なんですよ、やっぱり。どうしても。うん。で、まあ最後に、過去に私がですね、似たような動画を実は作ってまして、このプチゲームと。うん、そう。で、その中で、まあ結構難しかったやつを一問皆さんに出題して、まあこの動画終わりにしようかなと思うんでね、よかったら最後まで見てもらえればなっていう感じです。はい。ということで、早速ちょっとね、もうこれやめるんですけど、もう何の見るもないんでやめるんですけど、まあ、これ見てもらったね、これワリオで715っていう、まあ、これも修行でしたね。うん、40分ぐらいかかったんですけど、ここまで。いや、30分、40分ぐらいかな、うん、かかったんですけど、いやもうほんまにだるかったね。はい、ということで、まあ、正解率ね、約 99.9% 以上かな、になってるかなと思うんですけどね。はい。それでは早速、激ムズ縄張り勝敗パターンランキングトップ5の方をご覧ください。どうぞ。すいません、ちょっと皆さんにね、謝らないといけないことがあります。それまあ何かと言いますと、ちょっと700いくつまで連続でプレイした動画を見返してね、あ、これ難しかったなってやつをね、6コードピックアップしたんですよ。そうで、まさかのね、その中の、5つが同じ形だったんですよね。で、色は違うんですよ。まあ、一部ね、色全く同じやつも1個だけあったんですけど、形がね、もう全く同じなんですよね。ここに今ちょっと画像を並べておくんですけど、これ同じだったんですよ。で、正直これが一番難しかったのと、もう1個ね、まあ、微妙やったやつが1個あったんですけど、まあ、だから実質2つですね。まあだからトップ2ってことになってしまいました。申し訳ないです。はい、ってことで、2番目に難しかったやつからいこうかな。はい。で、まあこれなんですけど、まあ先にじゃあちょっとムービーから見てもらおうかな。うわ、わからん。でこれ間違えてしまったんですけど、まあこれね、正直静止画で見たらまあかなり黄色の方が多いかなっていう感じはするんですけど、これがね、今動画で見てもらったように超スピードで来るんですよ。めちゃくちゃ速いスピードで来るんで、ちょっと一瞬動転してピンクを選んじゃったんですけど、まあこれも正味ちょっと冷静に考えたら黄色やなっていう感じで、多分ね、この同じパターンもこの700何回やってる中で何回も出てきてて、ほとんどは正解してるんですけど、ちょっとね、血迷ってピンク選んじゃったっていうだけですね。はい。
で、さっき言ったね、ピックアップした6個の中で5つ同じやつやったっていう、多分、一番最難関のやつがこれです。あぶねー、これもむずい。同じパターンじゃない、あれ色違うだけ。ちょっと感づいてたんですけど、このパターンがね、おそらく一番難しくて、正解はこれ左なんですよね。はい。で、まあほとんどこれまで成功してたんですけど、3回失敗したんですけど、この700何回やった中で、まあ一番最後ね、これライフが4なんですけど、一番最後はもうわざと失敗したんで、もうだるくてやめたかったんで、まあ3つは真剣にやって失敗して、さっき紹介したやつが1個と、今回のパターンですね、これが2つ、失敗したと。なので、まあ一応最難関なんじゃないかなと思うんですけど、まあこれ正解左ですね。はい。まあ、ちょっと難しいんですけど、まあこのパターンだけ覚えておけば、まあ実は結構簡単にクリアできるっていうのが、このメイドインワリオの、まあ縄張り勝敗クイズのからくりだったという。まあその数あるゲームの中の一つのプチゲームなんでね、まあ色替えで、まあ同じパターンでっていうのはしゃあないかなっていうところはあるんやけど、まあ実はこのパターンだけ覚えておけば、このパターンの時ね、まあ左正解なんで、まあ触んなかったらいいんですよ。で、キャラクターが左にいると左選択して、右半分にいると、まあ右を選択するっていう形なんで、まあ初期位置である左にキャラクターがいるんで、まあ放置しておけばいいっていう。そう。あ、ちょっと一瞬これわからんなっていう、コンボトラックのやつが来たら、まあ、左放置しておけばいいっていう、まあ、ただそれだけですね。まあしゃあないですね。まあただその200以上あるプチゲームの一つなんで、はい。ということで、ちょっとこれだけじゃ物足りないなっていうところあるんで、まあ過去の動画でちょっと取り扱ったね、これ難しかったっていうやつが1個だけあるんで、ちょっとそれだけ紹介したいなと思います。はい、その問題がこれなんですけど、メイドインワリオの中に入ってるプチゲームではなくて、本当にリアルな縄張りバトルの結果の、あの画面ですね。で、これステージがアンチョビットゲームズなんですけど、これ皆さん結構これ難しくないですか？そう、あの黄色側がね、一瞬こう劣勢に見えるんですけど、このピンク側のね、こう自陣が結構塗られてなかったりするんですよ。なのでこれ意外と難しい。うん。じゃあこれ皆さんどっちだと思います？これ当時ね、これ動画で答えた時どっちで答えたかな？ちょっとあんま覚えてないんですけど、じゃあちょっと正解見てみますか。あ、正解はね、これ正解ピンクですね。これ結構むずいっすね、本当に。で、これね、あの回答者が私と、もう一人二度でカチカチ子さんっていう方とこれバトルしたんですけど、まあ私が正解やったんですよ。私は正解やったんですけど、カチコさんちょっと不正解でしたね。そう、なので結構難しい問題ちゃうから、本当にこれぐらい難しい問題を出してほしかったなっていうのはあるんですけど、いろんなゲームがある中でいきなりこの縄張りバトルのクイズがパッと出てくるんですよね、本来は。縄張りバトルのこの勝敗のやつばっかりを今回私は700回ぐらいプレイしたんですけど、そうじゃなくて、いろんなゲームがある中でいきなりこの縄張りバトルのやつがポンと出題されるんで、それでいきなりこのものすごいややこしいやつとか出されたら、まあ難しいよねって話で、まあある程度わかるような、まあ難易度設定になってたんかなっていう、まあそれだけの問題ですね。はい。ということで、まあスプラハイジンがね、ちょっと考察というか、まあ結果考察みたいなことになっちゃったんですけど、まあ今後ね、メイドインワリをプレイされて、まあ縄張りの勝敗バトルがある場合は、まあ難しかった左ということだけ覚えておいてもらえれば、まあ多分大丈夫かなと思います。はい。っていう、ちょっと変わった動画でしたね、今回はね。まあ普段はね、スプラトゥーン2ばっかり動画上げてて、もっとふざけた動画ばっかりなんですけど、まあよかったらね、他の動画を見てもらえればなと思います。はい。さよなら、バイバイ。